お疲れ様です。2時間半の残業から帰ってきました。今日、加トちゃんのところ行こうとしてて、途中まで行ったんですけど、雨、水が洪水状態で、通行止め。で、加トちゃんのところ行けませんでした。で、雷も鳴ってましたし、今日夕方からもうとにかくゲリラ豪雨なんですよ。で、今もまだ雨降ってて、雷も、音はしてないんですけど、光ってるんですよね、空が。そんな状態で、どうが通行止めになってるかというと、昨日動画で上げたセブンイレブンの、車が走ってる道路あるじゃないですか。あそこの隣の、消防署のとこなんですよ。あそこが通行止めになっちゃうんですよね。で、とりあえず雨も土砂降りでしたし、ちょっと今日は加トちゃんのところ行きませんでした。で、2時間半の残業でもうヘロヘロです。なんで今日の晩ご飯は、もう冷凍食品です。またレンジでチンする餃子と、あと豚まぜそば。こちらを食べます。ラー油ラー油。もうね、今日はね、そう、先輩と2番手の人とずっと午後冷凍食品出してました。もうね、送り込みが半端じゃないんですよ。なんでね、そんでこの混ぜそば、なんと100円です。もうね、在庫処分で、先輩が2番手の人なんで、まあ権限はあるんで、これ100円でいいよっつって、やっちゃおうって、なくそうって。で、このポップをつけて5分後に俺帰ったんです、店出たんですけど、もう何個か売れてましたね。よし、餃子の準備は OK で、次は冷凍、豚まぜそばですね。加トちゃん心配です。めちゃめちゃだって雨と雷すごいんですもん。で、今日なんだっけ、天気予報、見てもらえば分かるんですけど、今その桶川、あれなんですよ、洪水、なんだっけ、警報が出てるんですよね。もう土砂崩れとか、ことによったら荒川も氾濫するかもしれないです。何年か前も荒川氾濫して桶川すごいことになって、うちはほら、ね、一応住所桶川っつっても上尾の中なんで、飛び地みたいな感じなんで、全然そういうのは被害ないんですけど、加トちゃんエリアが心配ですね。で、まだ、今日ね、その2時間の残業の予定だったんですよ。それが2時間半で、明日はノー残業なんですけど、チラシの立ち上げなんで、多分明日も残業だと思います。で、あさってはもともと残業が組み込まれてるので、今日はちょっとスタミナ料理食べます。よし、こんな感じかな。よし、できたー。今日の晩ご飯は、1食100円の豚まぜそば2食と、あといつもの味の素のレンジでチンする餃子でーす。では、いただきまーす。